ネイビーのユニフォームがホームアビスパ福岡です。クラブ史上初の決勝進出を狙います。一方白のユニフォームがアウェー名古屋グランパスです。こちらは2年ぶり2度目の優勝を狙います。テンポが出せる選手がこの山田なんだと、現状はそういう選手も必要かなという判断だという話がありました。抜けた鶴野、左足振り抜いてランゲラックブロック。鶴野は今シーズンプロデビュー、プロのデビュー戦で初ゴールをマークしました。中盤です。長井から中島大会入った。そして右サイドに前田がいる。中島預けてファーサイドに斜めのランシュート防ぎました長石。それを奪ってカウンターです。ここからのカウンター脅威福岡です。前は空いている鶴野玲樹、ウェリントンがいる。一旦左亀川に預けて湯沢が上がってきた。ウェリントン、これもロングボール。このセカンドボールを収めたい両チームですが、さあ今野です。湯沢がサポートに上がる。ボックスインファーサイド、鶴のヘッド決まった。福岡先制。鶴の玲樹ルヴァンカップ3ゴール目をマークしました。まずはホームに強い福岡、1点先制です。今野選手の素晴らしいボールですよね。今野のこのクロス、インスイングのボール、ファーサイドから頭で突き刺しました。さあ縦にボールを入れてくる。早速入ったボックスにキャスパーユンカーがいる。ニアサイドヘッド、長石止めた。鮮やかな崩しでした。ドリブラーの今野、スイッチして中村、低いボール入れた。ウェリントンから鶴野へ、チャンスになる。打てるか鶴野、シュート、枠の外でした。もう右足のシュートちょっと絡まったかもしれないですね。そうですね、受けたいですよね。木田ターンは見られるか。中に入る奈良がヘッド。ブロックを固めます福岡、シュート、長石が収めます。よく合わせましたね。14番の森島からの稲垣というシーンでした。こうやってボランチの選手がね、ここで長いホイッスルです。ルヴァンカップ準決勝の第1戦はホームアビスパ福岡が鶴野玲樹のゴールを守り切りました。1対0、まずは名古屋を下し福岡がアドバンテージを取りました。